はい、というわけで、新年恒例の開封動画なんですけども、ちょうど新年発売日のね、最初の、まあ、店が終わって帰ってきて、まあ、一箱開けながら飲むかっていう動画ですね。今回は、このマッハ革命一箱と、まあ、あとちょっとおまけのパックつけて、スクラッチカードももらってきたんで、この辺もやっていこうかなと思います。ちょっと開ける前に、まあ、酒ですね。酒入れときましょう。相変わらずね、いただき物です。人からいただいた酒だけでやってます。このね、まあ俺が一人で開封する動画、実はしれっと2回続けて筋トレジャー出てるんで、その記録がね続くかどうかというところも密かに見どころになってる気がします。まず1パック、よいしょ。はいはい、お、いきなりスーパーレア、ボルシャックフレアですね。ワルナイ、はい、パトファール、はい、シャトランガ、はいはいはい、いや、いきなりボルシャックフレアワルナイですよ。はい、ハンマザダーティー、お、バトライオーガ、これ黒の方ですね。はい、ペンライトフィッシュ、万力ドラゴン、お、これはシンクロフェアリーレアの、はい、こいつがね結構強いんじゃないかって地味に話題になったやつですね。水のジャイアントスノーフェアリー、相手が自分のクリーチャー選ぶときに可能ならこいつを選ぶということで、まあ、ガードストライクとか全部こいつ吸ってくれるのでなかなかやってくれます。かつ、まあ、なんか除去されたとしても下の呪文が使えるので、相手のクリーチャーを手札に戻してカードが一番引ける、こいつはなかなか凄そうという話ですね。はいはい、お、これはあれですね、ハニーマーガニーですね。はい、こいつのね、使った、まあ、墓地ソースはね、もう俺は組んであって、多分来週ぐらいに動画上がると思うんで、みんなチャンネル登録してぜひチェックしてください。はい、いや、ちなみにね、このハニーマーガニーのボツツめちゃくちゃ安定します。めちゃくちゃ強いです。キャノンボール、はいはいはい、これもね、下シールドリガーで上メタクリみたいないい感じのやつですね。はい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 、アメンボギーストライダーね、これ、ゴルファンタジスタ尊厳破壊フレーバーテキストですね。お、アビスベル・デスロード、はい、オーバーレアですね。で、これはヘッドスピンジャイアントシュートリガーで、このクリーチャーが出た時、強い能力2回行う、自分たちのクリーチャーを1回やるつつ選んで2体をバトルする。ちょっと面白いね、2回バトルできるんだ。ウーバーでつまみ頼みました。なんかね、野菜巻き串みたいなやつですね。はい、うわ、なんか天でバラバラに入っとる。1、2、3、4、5、6、はい、なんかね、こう見てくれはあれですが、うまそうです。ウーバーだからね、仕方ないね、配達する途中で中で遊んでるの。はい、こういう感じですね。はい、でこのスペースがあるからよくないんだよな、このスペースを埋めるように並べると。まあ、そうです。あと、出し巻きね。はい、出し巻きもね、箱がでかすぎる。箱がでかすぎるのが良くないよ。ちょっと、はしゃはしゃはしゃ。別にね、
層の、ね、容器に入ってたら新たなだし巻きって感じなんだけど、このパンパンの箱に入ってるだし巻きを想像してから開けるとあれってなるよね。あ、でもこいつは手術しちゃう。はい、こうやって隙間埋めれば多少見れるんじゃない、多少見れそうですね。はい、いただきます。何からにしようかな。エリンギ、エリンギを豚肉で巻いた感じ。これこれ、はい、お、トレジャーマップ、トレジャーマップやっと再録してくれた、めっちゃ嬉しいですね。本当にこれめちゃくちゃ使うからさ、このカード、このカードがね、1枚500円とかするとやっぱデッキ組みにくいよね。素晴らしい。で、ふい、トングコンク、あ、自分のターンに1回自分の墓地からクリーチャーを紹介してもらって結構いいね。これ確かあれだよね、デュエマフェスかなんかのプロモだった気がします。なんか結構ね、実はこれすごい女性型のクリーチャーでめちゃくちゃスタイルがいいという感じなんで、気になる人は自分で当てて確かめてください。あ、出た、いわくつきのタイダル&バーンですね。はい、お前はちょっとちゃうやろっていう話のタイダル&バーン。はい、お、ソワカ、ソワカとボルシャックサインね。これボルシャックカイザーか、ボルシャックカイザー叩き割るとボルシャックからシスネクスを叩き出せるっていうね、やつですね。で、パステル。これデッキにも入ってたやつだね。はい。デッキに2枚入ってるから、ちょっと当てると嬉しい。足せる。あ、次はなんだ、これはなんだ、なんだろうこれ。芋かな、じゃがいもっぽい。じゃがいも。うん。じゃがいもです。いや、結構この酒飲み応えがあるな。あんまり調子こいて飲んでるとベロベロになるぞ。はい、スペースオーかな。あ、こいつあれさっき言うのか、あれですね、あの火のコマンドだから侵略できるってやつですね。すごい無条件 SA。 お、シークレット、何これ、黒髪の A。 黒髪か、まあでもいいか、黒髪なんかワンチャンスコーラーデッキとかで使えそうみたいな。ジャストダイバーついてる軽減はね、さすがに強いよねみたいな話で。ポッピークラブンラッキー。耐性持ちのメタクリスね。強いやつね。だし巻きターベロ。ゾームゾー、いい再録ですね。お、セラフテンペスト、なんだこれ、アレフですね。いや、このメカはね、結構このコスト5の侵略が、ね、めちゃくちゃ大事ですね。こいつさえ出しとけば忍者チェンジも構えられるし、殴ってこなければ革命チェンジできるしで、なんであのさっきスルーした古文のソワカ、あいつも実は使い道あるよねみたいな雰囲気はありますね。はい、あ、これか、なんだっけ、アーマードヒューマノイドの証明やろうかんた。アーマードヒューマノイドは鬼神走行なんじゃないみたいなツイート見てね、確かにって思いました。確かにそれはそう。と、何これ、足のセイトンフロッグ。あー、下がゴーストタッチのメカですね。へえ。
こいつちょっと強いんだよね。このブラジェスコホイールワン、ニコスト1000の闇のメカデルティーヌので出た時相手のクリーチャーパワーマイナス3000できるから、結構いろんなやつ焼けるし、メカのニコストってだけで革命チェンジの元になるから、こいつはねちょっと覚えといていいことですね。お、ボルシャックアークゼウス、スーパーレア2枚目っすね。こいつ今多分そのスーパーレアでは結構安い方なんだけど、こいつのこのスペックの盛り方は本当にすごいから、だからもうちょっと値段ついてもおかしくないと思ってんだよ、俺は。久しぶりに発売日まで情報が出なかったスーパーレアなんだけど、そのせいでなんだろう、多分まだ掘り下げが進んでない感じがするから、こいつはね、伸びしろがあります。伸びしろですね。スペース今減らくですね。ジャスダイバー、トリプルブレイカーは強いんよ。はい、ボルテールパワーだろう。あれでしょ、こいつ南のボルテールでしょ、北は誰だろうね。やっぱりボルガウルとかなんだろう。じゃあボルガウルじゃない、あー出てこない、いっぱいいるんだ。わー、こういう時に出てこねえ。あの8バナ4000のさやつ、8バナ4000のやつなんて名前だったかな。8バナ4000パワーアタッカープラス8000のあいつ、トリプルブレイカーのやつ、あいつの名前が出てこない。コメント欄に書いておいてください。お前たちの熱いオチトークを待っているぞ。俺はめちゃくちゃシンプルなやつだ。白トリガーでブロッカーでパワードブロッカーって、このまあでもリミテで踏んだらうざそう。お、ザインティザイン、いや今回のトレジャー本当に強い。ザインティザイン、こいつ500円のカードやぞ。トレジャーで入ってくんだね、素晴らしいぜ。でパーフェクトオラクトリオクルス、こいつね、うん、なんか一見強そうに見えてなんか微妙だよねという風潮が最近高まってきましたね。はい、でパトファールポリス4、今日4枚買ったよ。パック剥く前にシングル買うな、ケーキ。本当にみんな覚えておきましょうね、それは。はい。フレアハシッチ。こいつ革命チェンジか。あ、こいつ結構強いね。出た時にワンブレイカーしているからな。実質ダブルブレイカーだし、ワンチャンやりそう。デネビアンドドッペル。お、ボルシャック秘伝ドラゴン。やっぱり、あれですね。未来枠の連中は未来枠がいいな。って俺は思ったね。うん、でも初フォイルだからそここだわる人はいいよね。はい、フルクルベル&フォースね、あれライオネルのジュエルね。はい、でジェンギガー大使、あージェンギガー大使ケダン、ジェンギガー大使ケダンです。はい、これなんだろう、これはシソと長芋っすね多分。うん、うまっ。あ、さっぱりするわ、しそ。ダンマザッターティー。尊厳破壊アメンボギー。お、チェアスペース赤で。これ今日めっちゃ売れた。なんかね、ジャイアントめっちゃ人気だったね、やっぱり。みんな組みたがってる。そして、ケロラね。これもスタートデッキに入ってるね。はい、追加分ね。いや、ぶっちゃけな話さ。いつも0時に上がってる。カートの開封動画って別に店の在庫だからさ、なんだろ、俺の懐は一切傷んでないからさ、所詮仕事なんだけどさ、この開封動画で上げてるパックって俺の自腹なのよ。やっぱりね、かかってるもんが違うよね。本気度が違う。めちゃくちゃこっちでなんか引いたら嬉しいもん。やっぱりね、なんだっけ、タモリさんだっけ、本気でやるよ仕事じゃねえんだぞみたいな。そう、遊びの方が本気でやった方がいいよね。お、ナイスフォアか。勝ち込み。こいつアーマードなんだ、このアーマードイニシエート。悪ないね、こいつ。メガラストバースで、一体フリーズしてカード1枚引ける。悪ない、悪ない。知識の生徒の雲。すべてのボトルに買ってメガラスバで、うんうん、最下のエレメントシールドが入る。まあこれは微妙かな。お、トリノドミノ、こいつすごいよね。3枚で2枚捨てる確認で嬉しいです。ザザーム&バーサスフルスインカ、こいつとは関係ないけど、テブルザザームはアビスの革命チェンジ元として優秀っていう話ね。これはミルアミール、トリガーブロッカーで出た時にパワーをもらえたんですよ。結構いいじゃん。こいつはリミットで使いたいね。お、種田パンクトーカー、種田さんトーカー先生ね、はい、酒飲みの自由率
ハイジンの種田三等賀先生が多分元ネタだと思うんだけど、全部名前しか知らないから、どういう句を読んだとかは一切聞かないでください。でも、あれです。めちゃくちゃ酒を飲んで、多分挙句多分死んでます。で、ベリア VS キャディ。いや、今日疲れてるのかな。めっちゃなんか酔う早い気するわ。プス VS プルトゥーラ、こいつはアビスロイヤルのメカでエスケープ、悪くないね、エスケープ持ってるの悪ないね。あ、出たこいつね、あのトリプルブレインにボディがついて、しかもボディがエッチっていうやつね、滑走アイニャンドカーリング、はい、で剣道ジャイアントドラケンドオービー、あ、ハチパッパッパーパッパッパラパー、つまり無敵サイト、パッパッパーパッパパラ パー、さらばおととい殺人ライナー、はい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 、はい、おガチダイブ、なんかガチダイブ最近使ってるらしいよね、こいつとワルスライスと一緒になんかめっちゃ使ってるらしいね。詳しいデッキは知らんけど、めっちゃワルスライスが売れるということだけ思ってる。で、ボイシャクサインからのダフリジャイアント。ダフリジャイアント強いぞ、こいつは。こいつ結構ジャイアントで欲しかったマナカーブ。こいつ2-4でこいつで仕込んでからさ、トップを赤手でめくれとしたいんだよね。うん、こいつは、あ、まだある、はいはい、フォールンカオスマントラ。カジュアル君にディスられてたのだけ見て、うん、じゃあ弱いんかと思ったね。うん、やっぱカジュアル君本質をねついてるよね。彼はラディカルデュエマゲームですよね。実はカジュアルじゃなくて、ちょっとランガ、これ多分ニラっすね。ニラ巻き、スーパーレアがまた2枚しか出てないか、もうちょっと見たいね。アメンボキー、お、革命人じゃんからのお団子。お団子何すんの。ブロッカーで破壊、もやしで普通に下がシュートリガーで、普通に下がシュートリガーのテレポーテーションなんか、なんかツインパクトのくせに下がテレポーテーションでしかもシュートリガーってすごいけど、すごっ。で、おというにはマジで俺ガードストライクのダブルブレイカーのメガラスバーストで、きなこの下の呪文と同じだね。はい、ザザーム、スライサー、なんとかで、おー、サルトビね、はい、で、ライオネルのジュエルで、これはボルゼラスドラゴン、聞いたことない。カクタン、このクリジャーの、あー、2回アタックできてメガラストバーストでブロッカーを破壊できる。はー、まあ、こいつアンタップしてから革命チェンジして、そいつがスピードアタッカーを持ちようだとそのまま速攻できるから、それはすごいよね。ダンマザターキー、アイリスアンドブルッジ、フレアハシッチ、トロットザターキー、おピースパリールピアじゃん、こいつ強えよなっていう話なんだよね。で、ほぼほぼやってることホーリースパークなのにボルメテウス武者ドラゴン V の当たりになるっていうね、強いやつね。この4コストシードトリガープラスのサイクルは全部4枚ずつ持っといた方がいい。ああ、キャディーじゃん、ナイスサイロク、うお、やったー、レイクポーチャーです。うー、こいつ、いや嬉しい、普通に買ってない SR が当たるのが一番嬉しい。カンタ、はい、なんか知らんやつ、はい、いや嬉しい。いやあれなんよ、俺アーテルゴルギーニとポジソーカだけも4枚ずつ買ってあるから、それ以外でも本当にお願いしたいね。レイクポーチャーは嬉しいです、普通に。
うん、うん、バルボルジャック、こいつなんかね、あれだよね、こいつ2枚とか3枚かめたら連打でゲーム終わりとかだよね。スーパーレアがあと1枚と銀トレ以上のやつがまだ出てないか。トレジャーがまだワンチャンあるな。金トレワンチャンあるよ。はい、レオポルね。はいはいはい、こいつすごいよな、こんなに再録する、すごいな。はい、ハニーマーガニーね、4枚買ったよもう。はい、あ、愛の名前、俺これ買い忘れたんだよ。やった、1枚浮いた、助かります。うんうんうん、ザインティーザイン、どうどれか。ザインティーザインはな、プロもあるからな、初ホイールっていうボーナスがないから、嬉しみが少ない。はい。はい。おお、ナポレオン、買ってないスーパーレア、いいね。一番高いし、スーパーレアで今。ナポレオン。いや、レイクポーチャーとナポレオン入ってたらもう勝ちじゃん、この箱。最高です。え、あ、銀トレは、あー、こいつか。デュエパーで使う。デュエパーのやつをこれに変えてもいいかな。あー、ついに銀トレじゃ連続記録途絶えだ。残念です。いやー、くそ。なんか知らんけど裏にいた。びっくりした、今。1パックに銀トレとスーパーレア両方入ってんじゃねえよ。まあでもデュエパのマッドロックチスターロボのフマジで面白いからめっちゃおすすめだよ。本当にすごい、何でもできる。そうね、一回出し巻きさらいでからおさらい行くわ。いいんじゃないこの4枚。アークゼオス、ボルジャックフレア、レイクポーチャー、ナポレオン。いいんじゃないですか、いいんじゃないですかこれ。いや、普通にシンプルにスーパーレアがうまいっすね。悪くないっすね。で、銅が、ザインとヒネンね。この辺はな、ちょっと微妙っちゃ微妙か。まあ、いいんじゃないですか、いい箱だったんじゃないですかっていう感じで、こっち行こうぜ。ではスクラッチ3枚。え？ああ、外れ。1枚目外れです。いや、これめんどくせえ。2個目外れ。ラスト、ラスト。ラストね、ラスト。私は、公式のね、DuoTube の出演歴があり、第2回 DuoTube フェスでは優勝もしており、生放送にもたびたび呼ばれております。半分ぐらい関係者です。よろしくお願いします。あー、ダメか。圧かけたけどダメか。タコはさだめよ。はい、メインの山場は終わりました。パックも開け終わったし、スクラッチもやったんで、もうこの動画のメインのあれは終わったんですけど、一応ね、そうスクラッチ3枚目もらうために買ったおまけのパックが5パックあるからさ、しかももう売り切れだったから、最新弾ですらないのよこれ。忍者ランプと5円のリオなのよ。あとそれをダラダラ抜きながらエンディングです。
チャンネル登録だけお願いします。本当にチャンネル登録すると詳細を省くけど俺の給料が上がるんでよろしくお願いします。バイバイ。あとは俺がタコワサを食べながら売れ残りのパックを剥く動画です。 5M 流を。おお、なんかしれっとスーパーレイじゃん、仮ゾミダームじゃん。はい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 、しれっと仮ゾミダーム当たったわ。ルピエじゃん、やったー、嬉しい。下手なスーパーレイよりよっぽど嬉しい。あ、これこのパックこれあんのか。こいつ5パック買ってもらえばよかったわ。いいや、野球に元気だったわ。うわー、コッコアムルピエ嬉しい。別に4枚持ってるけどデュエパで1枚使えるようになったわ。5枚目、嬉しい。こっから忍者乱舞。はいはい、ちょっと、はい、あー、マナコね、はいはいはい、メイクジャム、はいはいはい、はいはい、推し活じゃんとね。チアリが毎回これ使った時送ってくるよな、あいつ好きすぎ。うんうんうん、あ、ミュートじゃん、やった。え、何言うの、有料レア祭りじゃん。もう全然いい、こういうのでいい。しみるラス1。いや、ここで筋トレ出たらまくってるから。ふいふい、あ、カオスマントラスね。はいはい、お、アイドルフィッシュ、マジックの必須カードですね。で、はい、はい、今日の動画終わりです。バイバイ。なんだよ、見せ物じゃねえぞこれ。もう終わったんだよ、大金大金。ああ。